画はシミュレーション面接の企画になりまして、いつもと違うんですけど、はい、今回はもうすぐ南さんの方に質問していただくので、はい、それに画面の向こうの皆さんは答えていただくという形に。あ、私が質問をして、はい、それに答え実際に答えてみる。はい。で、この動画の中では10秒程度しか間を取らないんですけれども、まあ、皆さんの方で一時停止していただいて、1分ぐらい自分の中でカウントして答えていただければなと思います。なるほど。面接で一番大事なのは明るく元気に、なので、そうです、やっぱり暗くて静かだと、はい、それだけ印象がかなり悪くなってしまうので、はい、うん、今回の動画ではもう意図的に普段より1トーン、2トーンぐらい明るく元気にやるっていうのを意識して、今回の質問と回答をしていただけると嬉しいです。はい、なので明るく元気に皆さん頑張ってください。はい、頑張っていきましょう。あと最後に質問のポイントとかも解説しているので、面接の最後も見ていただけたら嬉しいです。ということで早速シミュレーション面接始めていきたいと思います。はい、では面接よろしくお願いします。では今回架空の広告会社の前提でいきたいと思いますので、こちらよろしくお願いします。ではまず簡単に1分程度でいいので、自己紹介をお願いします。ありがとうございます。では次に、その中でも一番自分自身が力を入れて取り組んだこと、いわゆる学生時代に力を入れたことを教えてください。はい、ではその学生時代に力を入れたことに関して、そのエピソードの中でご自身が感じた、挫折、失敗、困難というシーンがありましたら、それをどのように乗り越えたかも含めて教えてください。はい、ではその、学生時代の経験を通じて今ご自身が持っている強みを教えてください。はい、ありがとうございます。では、強みの一方で、ご自身の弱みの部分を教えてください。ありがとうございます。じゃあそもそもなぜ、広告業界を志望しているのかという業界の志望動機と、その中でもなぜ弊社を志望していただいているかという志望動機の部分を教えてください。ちなみに、弊社の社員と実際社員訪問などを通じて、話したことはありますか？その社員が言ってたことで何か印象に残っていることがあれば教えてください。ありがとうございます。ご自身が生活している中で今まで見た広告ですね、まあ、テレビ CM でもいいですし、インターネットでも交通広告でも何でもいいんですけれども、あらゆる、広告の中でご自身がすごく印象に残っている好きな広告があれば教えてください。ありがとうございます。逆にご自身が見ていく中でこの広告ってこういうふうに改善したらいいんじゃないかなっていうふうに思う点があったら、具体的にこの広告は自分だったらこうするというものがあれば教えてください。はい、弊社に入社した後に担当してみたい広告、それ業界でもいいですし、具体的な会社でもいいですし、自分はこういう会社を担当したいという思いがあったら具体的に教えてください。最後に何か伝えたいことや質問等あれば何でも教えてください。
ありがとうございます。本日の面接は以上となります。本日はお時間いただきありがとうございました。はい、ということでシミュレーション面接、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。では早速南さんの方から今の面接のポイントを発表していただければなと思います。はい、大事なポイントはですね、あの過去現在未来のこの3点がすごく大事で、うん、この過去現在未来という3点を一貫して自分という商品の魅力を伝えるっていうのが就職活動の場なんですね。はい、でまず過去の部分いきます。はい、過去の部分でいうと一番大事なことは挫折経験なんですよ。はい、なんでかっていうと、うん、自分が本当の意味で挫折した経験、うん、でもその中で自分が立ち上がって乗り越えた時に使った武器は何だろうなと、うん、その武器こそが皆さんが持てる強みなんですね。うん、なんで過去の経験から今現在自分が持っている強み弱みにつながってくるというこのつながりの部分を意識していただけると嬉しいです。はい、次のポイントは過去の次、現在ですね。現在の部分は大事なことは自分が今現在どんな強みを持っているのか、逆にどんな弱みがあるのかということですね。うんうん、これはすごく大事です。皆さんも家電とかスマホとか買い物するじゃないですか。はい、買い物って結局お金を払って自分にメリットがあるものを買うわけじゃないですか。はい、そのメリットって部分が強みなんですよね。はい、だから自分が買い物される側なんだと思って、はい、じゃあ自分がどういう価値を残せるのか、どういう武器があるのかってところが強みの部分です。はいはい、自分という商品を買った方がいいですよってプレゼンテーションするのが就職活動の場なんですね。うんうん、で一方で完璧な商品ってないわけです。例えば家電でもめちゃめちゃいい商品、いい機能があってデザイン性も優れている、だけど超高い、逆にすごくお手頃で安いんだけれども、うん、機能が最低限しかなくて壊れるかもしれない、うん、っていう完璧な商品って存在しないわけですよ。はい、何かを高めると何かが下がるわけですよ。っていうので、でそこのマッチングを見てるわけなんですね。はい、うちの会社に合うかどうか、うん、高すぎる商品いらないな、うんうんうん、あの安くてもいいから最小限でいいなっていうケースもありますし、うん、逆に1個しか枠がないから、うん、別に値段がいくらだろうとどうでもいいから、うん、機能が高いものがいいっていうケースもあるので、はい、だから強みと弱みってあって当然なんですね。はい、そのマッチングするかどうかなんで、うん、そこは洗いざらいちゃんと正直に自分の強みと弱みを言った方がいい。じゃあ次のポイント、次のポイント、未来の部分は志望動機の部分で、うん、でここ大事なことはあの2個あって、はい、ミーハーではないことと、うん、内定&入社を蹴らないこと、やめないことです。はい、この2つがすごく大事です。で1個目のミーハーっていう意味で言うと、うん、やっぱり例えばテレビ局とか雑誌とか、広告とかってやっぱ全員が知ってるんですよね。そうですね、みんな行きたいですね。みんな知ってるので、はい、知ってるからこそ志望動機が浅くても来ちゃうわけですよ。はい、恋愛と一緒で、うん、なんとなく好きっていう人が100人来ても結婚したいと思わないじゃないですか。ちゃんと具体的に過去の自分の経験とか、うん、例えば過去の一緒にサークルでこれしたねとか、うん、一緒に文化祭でこれしたねみたいな具体的なエピソードがないと嘘なんですよ。はい、そういう嘘をつく人はやっぱすぐ落ちるじゃないですか。はい、でも大体の人が浅くて薄いんですよね。うん、なんとなく好き、なんとなく見た目が好きみたいな、うん、でもそうじゃなくて具体的なエピソードで言えるかどうかっていうので、うん、ミーハー感を消すためには具体的な経験しかありません。はい、で具体的な経験何かっていうと、実際にその広告とか番組とかコンテンツとかに触れた時の自分の行動感情の部分の実体験もそうですし、はい、あとはそれを作っている作り手の社員に対して社員訪問をして実際に社員の実際にリアルな言葉を聞くこと、うんうんうん、で社員訪問っていうのは実際にワンオンワンでこの対面で会わなくて大丈夫です。ズームで20分間、LINE で20分間の電話でもベリーグッドです。はい、僕自身も就職活動の時は時間ないから電話で、電話で応募したこともあって、電話で20分で話したこともあります。はいはい、で、これ多分注意なのが、その社員訪問したからって社員さんにめっちゃ憧れてるっていう風に言ったらダメなんですよ。そうですね。はい、結局その先ほど例で言うと買い物と一緒なんですよね。結局その企業がお金を出してその家具家電を買うのと一緒なので、はい、要はウィンウィンじゃないといけないわけですよ。はい、採用した側にもメリットがあるし、うん、採用された側にもメリットがある、うん、どちらの視点も大事で、うん、就職活動生が私のことを取ってください、お願いします、採用してください、入社したいですっていう風に言って、その企業のブランドだけ欲しいみたいな、うん、そのギブアンドテイクというところのテイカーになっちゃう人がすごく多いので、うんうん、あくまでも必ず全ての取引はギブアンドテイクだというふうに思っています。はい、相手にもメリットがある、自分にもメリットがあるっていう、どちらにもメリットがあるから、だから採用した方が全員ハッピーだよねっていうふうに思っていくと。うん、あとはもう一個は、あと蹴らないっていう意味で言うと、そのマッチングを見てるので、その蹴らないっていうのは要は嘘をついてないかってことなんですか、志望動機に嘘をついてないかっていう、何を見るかっていうと、これは過去現在未来の流れを見てるわけですよ。うん、なんで過去こういうこと取り組んだ、うん、で現在今こういう強みがある、うん、で未来こういうことをしたいという、この一貫性が本当に論理的かどうか、うん、これが論理的であれば、はい、あ蹴らない、内定も蹴らないし、はい、入社後も辞めないなっていうふうに思うわけですよ。うん、でやっぱ入社後に辞められると大きな損失があって、
まあ、なんちゃらナビとかなんちゃらナビとかって、はい、この合同説明会ですんごい会場を借りているじゃないですか、はいはい、あれ出店するのに何百万かかるんですよ。そうですね。で説明会数においても人事って人件費がかかってるわけです、うん、さらにはインターネットにこう掲載するだけのお金がかかったりとか、うん、採用活動で数千万円数億円かかってるわけですよ、はい、でそれで1人蹴ら例えば10人の枠で1人蹴られるだけで、うん、もう1人蹴られるだけで数千万の損失になるみたいなケースもやっぱあるので、はい、とにかく蹴られないっていうことをきっとすごく気にしてるわけです、うん、はい、なので私は論理的に蹴りませんよっていうことをいかに伝えるか、うんうん、さらには入社後も例えば研修が最初の 2,3 ヶ月あって、うん、で配属されて1年間ぐらいのこう修行の場があって、はい、でやっと2年目3年目ぐらいで油乗るかなって時に丸1年や勤めて辞めました、うん、で元丸丸っていう肩書きだけ使うみたいなケースってすごく最悪なことなので、はい、入社後も辞めませんし、うん、入社後もあの採用してくれた側の企業に価値を残せます。言えることが大事です。確かに言えるだけじゃなくて実践する、実践することも大事です、大事ですね、はい、はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか、はい、実際にねこれから広告業界の面接がある人はこの動画を参考にしていただければと思います、はい、で概要欄に今回もあの南さんの情報を貼ってあるのでそちらもぜひ見てみてください、はい、ということで最近ですねあのこういう世界一面白くてお金になる経済講座という本を出しましたのでぜひ本を概要欄の Amazon からポチッと買っていただけたら嬉しいです。また僕のチャンネルの世界一お金道場という YouTube のチャンネルもありますのでぜひ概要欄から登録をお願いします。お願いします、はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあな。じゃあな